マルニは、イタリアのファッションブランド。マルニは、1994年、コンスエロ・カスティリオニによって設立された、イタリアのファッションブランドである。メンズ、レディース及びキッズのレティ・トゥ・ウェアコレクション及び、アクセサリーで世界に知られている。2012年、イタリア人企業家、レンツ・ロッソが所有する、OTB グループ参加に入る。2016年、フランチェスコ・コリッソが、 ブランドのクリエイティブディレクターに就任。スイス人デザイナーのコンスエロ・カスティリオーニが1994年、ミラノで設立したマルニは、革新的なプリントと色使いを特徴とする実験的なコレクションで、世界的に有名となる。2000年以降、数々の新店舗オープンと高級デパートにおけるコーナーの確立により、最も重要な市場での展開を開始。この時期、マルニは、 オンラインストアの開設により、オンライン小売り販売のパイオニアとなる。このオンラインストアでは、e コマースに加え、数多くのアーティストとのコラボレーションや、特別プロジェクトの専用セクションを設け、マルニの世界を表現している。2012年には、ディーゼル、メゾン・マルジェラ、ビクトールロルフ、ポーラ・カダマウタリーなどのブランドや、スタッフ・インターナショナル、ブレイブ・キット、 を参加に収めるレンツォロッソの OTB グループの参加となる。2016年、フランチェスコリッソがマルニのクリエイティブディレクターに就任し、ブランドの歴史の新たな時代が幕を開ける。2018年、ステファのビヨンドが CEO に任命される。同年、フランチェスコリッソがファッション業界の最重要人物の一人としてボー500の一員に選出される。ありがとうございます。